吸いながらカチッと音を立てて梅雨払いをして、それに続いて、仕事を買い添えの皆様が順番に、続いてまいります。稚語の後ろには立法式という特典が、続きます。肩から高く打たれた幕に囲まれておりますが、後ほど、本日の糸商売をご奉仕いただきます。糸商売は串本井の香様、真方綾野様、奥津田夢彦様、新井菜乃花様、木村由美様、池田千里様の稚語のご奉仕でございます。稚語見越しで上手に進みまして、本日の、上方文化芸能委員会様、大人の皆様の、お出でございます。公益財団法人関西大阪地区移転協会、上方文化芸能運営委員会、本日は大和屋社長兼ご対しましては、大田主以下高校者帰る上で田植え踊りの田乙女と続いて入場しております。大田主は緑色の角絵という独特の装束に包んでおりますが、ご神殿で授かりました神様の水と書いて御神水を捧げ取っております。後ほど女の中に注ぎ入れます。で、奉公者たちは、肩に、白い、全てご奉仕するものだけで400名を超えるほどの、本日はご参加でございます。このように、たくさんの、参加によってこの神事が日々継承されておるわけでございます。現在先頭が一周回り終えましたので、それぞれが、神事のご奉仕まで持ち場に、移動していきます。すべての、行列が、回り終えるまで、しばらくこのまま皆様、自由民主党副幹事長衆議院議員佐藤明様、衆議院議員竹本直和様、参議院憲法審査会会長参議院議員柳本卓司様、大阪府議会議員三田達久様、以上の皆様より祝電を賜っております。発出御礼。無事に課題の準備が行われました。これより